幕府と朝廷鎌倉幕府の支配の根本となったのは将軍と御家人との御恩と奉公による主従関係である源頼朝は主人として御家人に対し主に持統に任命することによって先祖伝来の所領の支配を保障する本領安堵を行い新たな所領を与える信恩給与を行った恩に対して 御家人は、戦時には、軍役を、平時には、代理や隠護所を警護する、京都番役や、幕府御所を警護する鎌倉番役を務めて、従者として奉公した。鎌倉幕府は、土地の給与を通じて、主人と従者が、御恩と奉公の関係によって結ばれる封建制度に基づいて成立した、最初の政権であり、死後、自頭の設置により、初めて、 日本の封建制度が国家的制度として成立した源頼朝自身も地御国である関東五分国や平家木管領を大とする荘園である関東五領を大量に所有しており幕府の経済的基盤となっていたしかしこの時期には京都の朝廷や貴族大事者を中心とする荘園領主の力も強く残っていた朝廷は 国司を任命して全国の一般行政を統括し貴族大事者は頭領や荘園領主として土地からの収益の多くを握っておりそのもとには幕府に属さない武士も多くいた幕府は守護持頭を任命して全国の治安維持に当たった10世紀以後朝廷から出された法令や戦時は新政と呼ばれていたが幕府も 朝廷と同様に申請を制定したため朝廷と幕府とは政権としての共通面を持っていたこの時期は政治の面でも経済の面でも公家と武家との公務人間支配が特徴であったしかし東国武士団は御家人として自統に任命され東国は実質上幕府の支配地域となり東国以外でも国司支配下の国がの任務は 守護を通じて幕府に吸収されたそして国ごとのすべての荘園・公領について記録した土地大帳の大田文を幕府が国賀に命じて作成させた。幕府は東国はもちろん東国以外でも支配の実権を握ろうとしたため国士・総苑領主と守護・自党との間で紛争が多くなっていた。